ちは、エブリデイ。皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。今日はね、変更というデテンションというゲームをね、プレイしていきたいと思います。これはね、戒厳令下で中国国民党が軍事政権を敷いていた1960年代の台湾が舞台のホラーアドベンチャーということなんですけど、なんかね、すっごく評価が高いんですよ。というわけで最初からプレイしていきます。これマウスクリック式なんですね。皆さんこれから話すことはとても大事です。よく聞いて期末試験に出ますよ。この時代は地方の軍事指導の多くが、ん？どうした？その後彼は北伐を刊行し、見ろよ、パイ教官だ。イン先生、話があります。お時間よろしいですか？皆さんちょっと自習していてください。いやー、なんか寝てますな。一人居眠り大丈夫ですか？イン先生、このリストに見覚えは？あららら、ら、居眠り、この人がこのゲームの主人公？居眠りしちゃったのか。妙だな、みんなどこ行ったんだ？なんで誰もいないんだ？いやー、不穏な音楽。台風情報。こんな季節に台風だって？何が起きているんだ？はい、というわけでね、これはね、マウスクリック式なんですよ。こうやってね、マウスを動かしていろんなところに合わせていくとアイコンが出てくるから、こうやってね、拾っていく。机にメモが置いてある。どうすんのこれ。ちょっとごめんなさい、操作が慣れていない。手帳に追加。このメモを書いた生徒はイン先生を心配していたようだ。ここ最近ずっとイン先生は病欠だ。おかしいよな。本当だよ。代理の先生たちは嫌な感じだし。ほうほうほう。どうすんのかなこれ。効果のメロディーが書いてあります。プロパガンダみたいな詩がついている。手帳に挟んでおこう。はあ、こうやってね、ゲームを進めていくわけですね。外を見ることもできると。こうやってね、風の音がすごい。黒板には台風情報と書いてあります。台風が近づいているんだ。しかし季節外れ。部屋の外に出ることがここからできるわけだね。そこ行ってみましょうか。昇降口はこっちじゃない。ということは逆方向に行けということかな。203教室。どうしてこんなに長く眠ってしまったんだろう。もうみんな帰っちゃったもんね。どうしますか。また入る必要もないよね。ここは女子トイレだ。入らない方がいいだろう。入りませんね。ん？ここは入れない。ん？どうなってる？ちょっとごめんなさい。よくわからない。トイレに用はない。昇降口はこっちじゃない。下に降りればいいのかな？手帳に追加、工事。中国本土との戦争に際して諜報を防ぐため、パイ教官は共産主義者の反逆者の兆候のあるものを密告するように。なるほど。全生徒に呼びかけていると。ここでカオさんが時々寝ているって聞いたけど、鍵がかかっている。誰もいないみたいだ。ここも以前は教室だったけど、今は部屋の半分が倉庫、半分がカオさんの用務室となっているわけですね。
さあ、なんかちょっとヤバそうな部屋じゃないですか、これ電気つけられそうだね。はい、電気つきました。ちょっとヤバくないこれ、このお洋服ヤバくない、血がついてないですかこれ。これなんだろう、クランクハンドル、さあ金剛教か、どうしてこんなものが貼ってあるんだ。うん、仏教の教えには疎いからな。いや僕も疎いですけどね。石油ストーブだ、冬に使ってたな。仲間とのストーブを囲んで楽しかったな。ここで簡単に1960年代の台湾の歴史的背景をねちょっとだけ説明します。台湾では228事件以降戒厳令が敷かれていて、蒋介石率いる国民党によって国民は相互監視と密告が強制されて、反勢力分子はね徹底的に弾圧されていたんですね。あ、なんかナチス時代のベルリンみたいですね。さてここは何ん、鉄製のウインチだ。蓋に説明書きがある、クランクハンドルが必要みたいだ。これを使えばシャッターが開くのかな、ん、どうやんの、はい、ちょっとよくわからない。まあね、徹底的に弾圧されてたんだけど、まあいわゆる白色テロルってやつですね。当時は中国共産党と国民党がね激しく争ってましたから、共産主義者なんかすぐに処刑されたんでしょうな。もう何でも4000人ぐらい処刑されたそうですよ。怖いね。で結局どうすんの、あ、これか、はい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 、なんかシャッターがこれでね開いて中に入れるようになったってこと。まあどの国もスペインにしろドイツにしろねえ、東ヨーロッパソビエト、暗黒の時代、いわゆる暗黒の時代ってありますよね。スペインなんかもそうだよね、フランシス・フランコ政権とかね。きっと台湾みたいな、まあ日本だってありましたけどね、戦時中なんてそんなもんですよね。さあ行動だ、なんかやばくね、なんというかこう暗黒の時代にふさわしい暗いイメージが漂ってますね。鬱屈としていて閉塞感があって、人々に自由は一切許されてない時代の背景、姿見だ。いやいや、そんなことしてる場合ではないんですよ。さてこのね、死んでるのかなこれ。大丈夫？起きて、ここで寝てたら危ない。これは蒋介石の肖像画かな。うーん、ここは行動だよ君、舞台上で寝ていたんだよ。え、台風で午後の授業は打ち切りになったんだ。台風？僕もついさっき教室から来たばかりなんだ。ここで君に会うまでは誰とも会わなかったよ。変だな、どうして。とにかく帰った方がいい、雨もひどくなりそうだし。あ、ネックレスがない。え、私のネックレス見なかった？見てねえよ。そんな、どっかで落としたみたい。あれがないと帰れないの。タコンなってやつはめんどくせえな、ネックレスぐらいいいじゃねえかよ。もう勝手に行くしさ。待ってよ、ちょ待てよ、待てよ。で俺キムタクじゃねえんだから、一緒に探そうか。迷惑じゃないかな、だって二人で探した方が早いでしょう。じゃあお願いしてもいいかな、どんな見た目のネックレスなの。鹿の形をした翡翠の赤い紐？よし、じゃあ手分けして探そう。ありがとう、本当に助かるわ。くっそめんどくせえな、さっさと出た方がいいんじゃね。
どこだろう、どうしてなくしたりなんか。さて、というわけでね、ネックレスを探さなきゃいけないんですけど、ネックレスどこにあるんだろうね。いやいや、登っちゃいけない。空気が湿っぽい。なんかね、ちょっと不安をかきたてされるような音楽。これ右上がしに換気扇？あ、あんじゃん。ほらほら、そこ、ここ、これ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 、何かが入っている。でも届かない。はいはい、その何か道具を拾ってこいってことですね。どこ、お、こんなところに、これ見よがしに傘が落ちてるじゃないですか。取るに決まってるよね。壊れた傘。あ、傘の柄を使ってネックレスを取るのかな。あったまいい。いやいやいや、私知能指数高いですからね、すぐに分かりますよ、このぐらいの。あれ、おい、どこに行っちゃったんだよ女。ガラクタと軍隊の古いジャケット、めぼしいものはないな。おい、どこに行っちゃったんだよ。ちょい待てよ、ちょい待てよ、待てよ、おい、ちょっと待てって。あ、これはこうか。君のネックレスってこれ？そう、これ。よかった、ありがとう。どこにあったの？舞台横の倉庫の中で見つけたよ。どうやら誰かが換気口の中に投げ入れたみたい。え？どうしてそんなところに？知らねえよ。まあいいか、見つかったんだし。早く帰ろう。そうね。いやー、じゃあね、とりあえず行動からね、さっさと出て。こんなところに教室の椅子。なんでこんなところにあるんだろう。ネックスレスを見つけてくれてありがとう。早く帰ろう。そうね、帰りましょう。というわけでね、やっと坑道の外に出られましたけど、外雨が降っていて台風が来てるからかなり危険。この家はかなり昔からあったよね。ここは警備員の詰め所。警備員ももう帰っちゃったみたい。さらに下に降りることができると。なんか偏僻なところですね、ここ。橋が壊れてる。そんなの嘘だろ。マジかよ。うわ、何これ。そんな、なんで川の水が赤いの。まるで血みたいじゃないか。血、やめてよ。ごめん、そんなつもりじゃ。一体何が。よし、一旦落ち着いて考えてみよう。こんなことになるのは何か理由があるはず。赤い川だなんて。そうだ、多分こういうことだよ。上流にはいくつか工場がある。そこの奴らが台風のどさくさに紛れて化学廃棄物を川に流しているのかもしれない。大人たちが噂しているのを聞いたことがあるんだ。ならそうかもね。それより橋が壊れてしまって、もう町へは降りれない。もっとしっかりしてもらわないと。とりあえず学校に戻る以外ないかもしれない。そうね、大丈夫、たかが台風、俺が何とかしてやるぜ。うん、しっかりしてるのね、あなたなら信頼できそう。ああ、人肌が恋しいよね。じゃあ戻りましょう。あなたを温めてあげるわ。はあ、濡れるし濡れるし疲れるし、今日はつくついてないな。あ、そうだ、ネックレスを見つけてくれたことをまだちゃんとお礼を言ってなかったわ。私はファン・レイシン。
へえ、レイって呼んで。あなたは何年生？上級生だったんですね。僕はウェイ・チンチンと申します。そんなかしこまる必要ないわ。レイって呼んでいいわよ。僕たちは3年の校舎に行く機会があんまりないから、厳しい環境だと聞きました。もうすぐ卒業ですよね。いいな、毎日ゴーホンを見なくてよくなるんだから。パイ教官のこと？ああ、パイ教官っていうのは密告を奨励している、まあ政府寄りの人間なんでしょうね。権力側の人間ということでしょう。いや、共産主義者なんつったらぶっ殺されるね。僕が教室、校長室へ行って電話を誰かにかけてきます。それから倉庫からストーブを、保健室から毛布を持ってきます。それが良さそうね。私を何を運んだらいい？あなたはここで休んでてください。聞き捨てならないよね。私をただの小娘だと思わないで。すみません、そんなつもりじゃ。というわけでね、チンチン君はね、校長室に向かいます。さあ、どっちかな、校長室。え、何これ、やばくね。いや、チンチン君、行っちゃまずいんじゃね、これ。いや、絶対やばいって。ゲームオーバーじゃないの、これ。校舎内に響く彼の足音に私の不安が呼び起こされた。現実が色褪せ、静かに時が止まる。私は虚無に閉じ込められた。何？え、何何？主人公がチェンジしましたね。ひ、これチンチン君じゃない？どうなってるの？息をしてないようだけど。死んでる？どうして？ついさっきまで元気だったのに。チンチン君、そんな、まだ知り合ったばっかのに、エッチしてないのに、悪い夢だと言って。落ち着くのよ、レイ。深呼吸して。舞台に手帳を落ちているウェイ君の手帳だ。彼は時々これを目に通していた。なるほど、これでね、主人公がチェンジしたわけですね。このメモは引き継がれるというわけですよ。はあはあはあ、これはさっきのやつですね。さっきと同じメモ。そうだね、これ。これでチンチン君とレイちゃんの、レイちゃんの間で情報が共有されたというわけですね。なんかね、やばそうな学校ですよね。これどうすればいいんだ？関係ない。こちらも関係ない。取り立ててアイコンも出てこないので、やることはないということ。さあ、これからどうすればいいんでしょう。さっきのね、怖い映像は、いわゆる独裁政権、軍事政権下でね、処刑された人たちの、わ、なんていうか、処刑シーンというかね。台湾も結構ね、怖い時代があったんでしょうね。今でこそ民主化が進んでますけどね。何これ、読書会。こんなやり取りが書いてある。
な生徒を集めて読書会を始めた先生がいるって。本当かい？読書会って勉強するためだけの会だと思ってた。禁止されている本を読んでいるらしい。なんか不穏ですね。さっきはここら辺に傘があったんだけど、騎手には感心してしまう感心という字が違いますね。学校で一番かっこいい仕事だと思う。でも今となってはこの状況から抜け出したいと願うばかりだ。そうだよね。取り立てて他にいじるものはない。さあ、今度はねステージの上には上がれないようになってますね。これは何がどうなってるの？なんて悪夢。相変わらずチンチン君には触れることができない。これは確か姿見ですよね。この扉は入れない。出口から出ましょうか。鍵がかかっている。ということはどっかに鍵が置いてある。その鍵を探せってことだけど、チンチン君は鍵を持ってなさそうですね。一体彼はどうしてこんな目に遭っているんでしょうか。彼も弾圧された、共産主義者とみなされたんでしょうかね。まあ、中国でもね、文化大革命という恐ろしい弾圧がありましたけど、あとカンボジアではポルポトね。まあなんだかんだでね、世界各国ファシズムによる恐ろしい暗黒の時代っていうのはありますよね。ホロコーストやジェノサイドが行われてきて、多くの人たちが処刑、命を落としている。とっても理不尽にね。そんな時代に生きるって、なんていうか本当に運が悪いですよね。あー、やった、行動の鍵を見つけた。これで行動から出られる。紙が置いてある。霊に遭遇したら、霊に出くわしても恐れてはいけない。息を止めて静かに通り過ぎること。息を止める。何これ、早速幽霊ですか。これ下山する道は消え失せている。ということは行動に戻るしかない。なんか嫌な音がするんですけど、右クリックで息を止める。ああ、息を止めていれば見つからない。やり過ごすことができると。何の幽霊だよこれ。でもずっと息って止めてられるのこれ。いやいや、あ、やべえ。おお、なるほど、こうやって出口とかに逃げ込めば助かるわけですね。まあ、お化けにあったら息を止めればいいと。鍵を使って開けます。何これ、電話の音。土を掘り返した跡がある。土の表面に何かの角が出ている。取り出す。 OK。手帳に追加。古い写真。何でしょうかねこれ、よくわかんない。なんか校長先生も怪しい人物っぽいですね。権力側の人間なんでしょうね、当然。かつては軍人だった。
体何がどうなっているの？今のは誰？どうして私だと分かったの？生徒指導室は3階だ。おお。はーい。というわけでね、いい時間になりましたので、今回はここまでにしたいと思います。これからね、生徒指導室に向かいますね。それでは皆さん、Have a nice day! バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら、高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック。iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。